義と愛が世界を救うテイルズオブファンタジア実況プレイ、私実況者のキョンと申します。前回ですね、このフレイランドの砂漠地帯でね、バジリスクロークを探すというような一生やってたわけなんですがね、ついにね5つ手に入りました。この通りバジリスクロークを珍獣バジリスクの鱗を麻痺戦闘不能回復 HP 完全回復すげーな。でね、オアシスの横にあったね隠しアイテムメタリングについで回収してきました。じゃあね、続きをやっていきましょう。バジリスクの鱗を集めよう。そうすればエドワードに会えるかもしれないな。で、バジリスクってどこにいるの？フレイランドの砂漠にいるとおっしゃってましたね。わかんないですね。じゃあ持っていけばいいんですけどね。エドワードさんが来たよ。君たちが貴重な鱗を譲ってくれるという人はエドワードさんですね。実はこれをモリスンさん、私の名字はモリスンだが、そんなことに驚いてどうしたのかね。二人とも変だぞ。エドワードさん、鱗の話を前にこの手紙を。グロムからの紹介。こんなところまで来るなんて訳ありか。はい、話は部屋で。ほう、レアード王子を助けたのは君たちだったのか。ええ、その後しっかり捕まえましたがね。オチまでついているのか。まあ話は大体分かったで、何か良い方法は。まだ指輪を見つけるよりも手っ取り早い方法があるぞ。この壊れた指輪、見たところ相当強力な精霊と契約するためのもののようだ。だが同じものは二度と手に入らんだろう。何しろ今は亡きドワーフ族とエルフの合作だからな。つまりユミルの森でエルフに会ってみるといいだろう。修復する方法がきっとあるはずだ。エルフたちのとても入れませんよ。ルーングロムに頼めばよい。アルバニスタの紹介状があれば大丈夫だ。はあ、それじゃあバジリスクの鱗はありがたく回っていくよ。私は戦争が起こるまでに仲間を集めてビトガルズに向かうつもりだ。できれば君たちのような頼りになる者にも協力してほしいんだが、無理強いできることがことできではないからな。それじゃあ機会があればまたどこかでお会いしよう。
モリスンさん、まだ何か。これを見てください。きっと役に立ちますから。ずいぶん古びた本だね。ん、これは私の字か。え、私のサイン。トリニクス・ D ・モリスン。この本を僕に託してくれた人の名です。モリスンだって。あなたの子孫です。僕は未来の世界からこの時代に飛ばされてきたんです。時間転移。冗談はよしてくれ。この私さえまだ研究中なのに。だからきっとその研究が実って未来のモリスンさんが、仮に君の言った通りだとしても私はこの本を読みたくないな。え、アーチェさんにはまだお話ししていなかったのですが、私とクレスさんは100年後の未来から時間転移してこの世界に来ました。信じていただけますか？ほへ！っていうことは、つまり、私っては100歳もおばあちゃんってわけ？エドワードさんの子孫にあたる人の力で。君は戦争の結果を知っているんだろ。この後に起こることや行く末も。でも私は全てを知って諦めるようなことはしたくないのでね。君だって親友や その私の子孫とやらを助けるために行動しているんだろう。歴史を変えるために。私だって同じ気持ちだ。たとえどのような結果になろうともね。僕はそこまでは言って、いや、君も私と同じ気持ちなのは、すいません、いや、君も私と同じ気持ちのはずだ。君がダオスを倒そうとしていること自体がその証拠だろう。モリスンさん、ピットグラスで待っていてください。きっと会いに行きます。僕たちも力になります。君たちは未来に自分の時代に帰るあてはあるのかい？それを解決しないといけないことなんです。よし、今度会う時までに私が何とかしておこう。子孫にできて私にできないわけがないからね。本当は転移の研究は諦めかけていたんだ。頑張ってください。ああ、お互いにね。それじゃあ急いでアルバニスタに戻るか。ルーブロムさんに頼んでエルフの集落に入れるように取り払うからってもらいましょう。チキンをどうぞ。
契約の指輪がエルフとドワーフの合作だったからな。同じものはもう作れないと言っていましたね。じゃあ直して使う以外に方法はないじゃん。そうだな。エルフの住むユミルの森に行く必要があるな。じゃあその許可をもらいにルーングロムさんのところへ行きましょう。エルフなら指輪を直す技術を持っている可能性がある。じゃあ行ってみるしかないじゃん。ともかくアルバニスタに戻ろう。ユミルの森の通行許可をもらう必要がありますものね。エルフなら指輪を直す技術を持っている可能性がある。じゃあ行ってみるしかないじゃん。ともかくアルバニスタに戻ろう。ユミルの森の通行許可をもらう必要がありますものね。どうやらアルバニスタまで一旦戻れってことですね。結構この船よく使うんでね。まあまあ離れてますね。まあでもここなんだ。着きましたね。会話は一緒か。エルフなら指輪を直す技術を持っている可能性がある。一緒でしたね。じゃあちょっとなんでこんなとこにエンカウントすんだよ。やっやっやっはぁ。じゃあ回収しに行きましょうか。ね、取り損ねのアイテムはちょっと一つだけね、回収しなかったのかって、とりあえず回収しに戻ります。終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではバイバイ。